沼津市保健センター。お昼の休み時間にお邪魔すると、2階のスペースで何やら販売をする声が響きます。ありがとうございます。次々と集まってくる人々、パンを販売しています。いつも、はい、買ってます。美味しいです。はい、ありがとうございます。水曜日には、はい、結構たくさんみんな買いに来ます。はい、このパンを販売するのが最後に紹介する施設、社会福祉法人共生会の利用者の方々です。外に出ることで社会とのつながりを持ち、一般就労に向けて取り組んでいます。共生会はここ沼津を拠点として複数の事業を運営しています。本拠地にあたるのは主に企業からの下請けを受ける作業所、キサラニ。共生会は主に精神の障害のある方が多くいます。一般的に精神の障害の施設はなかなか就労が厳しいと言われますが、利用者の方々は皆楽しそうに作業を行っています。キサラニでは B 型の支援や A 型の支援に移行する前に地域活動支援センターを設けています。そうですね、あの一人一人に見合ったあのサービスを提供するためにいろんな事業を展開してます。まあ、就労継続 A であったり B であったり、あの地域活動支援センターであったり就労移行であったりといろんなことをやってるんですけれども、それはあの本当にみんなにそれぞれに必要な事業であるからこそ、活動してるんだと思います。あの例えて言うなら、まあ、就労継続 B 型、病院を退院されたばかりの方とか、あの体力がないうちに一日働くということはとても大変なことだと思います。その中で地域活動支援センターがあることにより B と地活を併用して使っていただけるということから始めて、生活リズムをちゃんと確立してから就労継続 B で頑張ってもらえるというサービスを使っていただけるのではないかなと思っています。また人と接するのが苦手とされる精神の障害、朝のミーティングなどで司会の進行を利用者自ら行います。そして一言スピーチなどを取り入れコミュニケーションの練習をしています。自分はがんの手術を2回やってるんですけども、胃がんと喉頭がんと。また共生会の特徴に外に出ての活動があります。それが先ほどのパンの販売などです。沼津市高沢町、ここスズランでパンの製造を行っています。スズランで作られるパンは1日に400個、売りは安さと豊富な種類です。製造販売を行うのも利用者です。体調がこの春から春と秋ですね、秋がちょっと波があるので、そういう時体調維持をしながら仕事をするというのは。調子の波がある精神の障害は働く職員も気を配る必要があるといいます。どのように気をつけているのでしょうか。ちょっとした変化に気づくように毎日ちょっと会話を気をつけて会話をたくさんするようにはしています。1日に4カ所から5カ所程度配送や移動販売を行っています。利用者と職員の2人体制で行います。この日は保育園や私立病院へ配達に行きました。はい、ありがとうございます。この配達での触れ合いこそ、初めは少なかった販売経路の拡大につながっていると販売を行う職員の白壁さんは言います。やっぱり外のお客さんと一番密接なところにいる関係で、まあ、神経も使いますけども、まあ、やりがいもある仕事だと思います。実は白壁さんはもともと共生会の利用者でした。自分が外で働いた感じだと、やっぱり仕事っていうか外で働くっていうのはすごい病気を良くする方向に向かうんで、ただ逆にこうダメージ食らう場面も多々多いんですけども、それを乗り越えてみんな
こう外の社会に育って病気をものともせずっていうような感じで頑張っていってもらいたいと思います。で自分が頑張っているところがあのみんなの目標となると思いますんで、そういうふうな気持ちも合わせて頑張って今後活躍していけたらと思います。もう一つの外に出る意味で大変大きな意味を持つ場所があります。喫茶クレヨン、ボリュームいっぱいのクレヨンランチが人気で、お昼時になるとこの混雑ぶりです。またスズランのパンも販売しており、喫茶店の人気に一役買っています。明るく接客する彼女、実はスズランの A 型事業の利用者なのです。ここクレヨンでは利用者が調理、接客などをほとんど行います。それは簡単なことではありません。 A 型事業ですから雇用の契約が結ばれています。喫茶店のスタッフとしてどのような思いで働いているのでしょうか。クレヨンが明るく笑顔でお客様を迎えして、お客様がいい雰囲気で食事を楽しんで召し上がって帰って行かれたらいいなと思っております。キサラニ、スズラン、クレヨン、共生会の利用者は皆生き生きと働いています。一般に精神の障害のある方は出席率が低いと言われていますが、共生会では出席率は高いと言います。その理由をお伺いしました。皆さんがやっぱり仕事に対するモチベーションが高いっていうのと、一人一人に見合ったサービスを提供させていただいてるんではないかなというところだと思います。症状があって本当に具合の悪い方もいらっしゃいますけれども、声かけ一つによってその方が行こうかなって思えるような声かけを、その一人一人に合った声かけを職員はみんなしてると思います。例えば私で言うならば、待ってるねっていう一言をかけるようにはしてます。課題ですけども、やはり福祉施設、こういった事業所ですとどうしてもやっぱ工賃が安いっていうことがあります。企業からもらう仕事、下請け仕事もそうですし、自分たちが作ってるものに対してもなかなか正当な単価がもらえ、いただけないっていうことがありますけども、彼らが最低賃金保障できるような工賃に上げられることが今現在の大きな課題だなっていうふうに感じております。目標ですけども、障害があって、こういった施設でね、事業所で、今働いてますけども、ゆくゆくね一般企業で働ければという思いの人たちがたくさんいます。残念ながらそれができない人たちもいるかと思うんですよ。しかしながら人生を終えた時に、終える時に、あ、俺の人生もまんざらでなかったなと思えるような生活がここで提供できればいいなっていうのがこれからの思いでもあります。共生会の利用者の笑顔は、苦手なことにあえて取り組む姿勢と可能性を最大限に引き出す挑戦をやめない職員に支えられています。